皆さん、こんにちは。マリアです。さあ、今回の内容はこちら。スタンの序列は実力、そして運とタイミング、組み替えについて思うこと <laughs> ということで、先日、 組み替えのね、発表がありましたけれども、皆さんどう思われましたでしょうかちょっとね、少しずつ宝塚もまた新しい時代にね、入ってきてるんじゃないかなと思っていて、で、まあ、それに伴って組み替えもね、これからもう少し発表されるんじゃないかなと私は思っています。で、まあ、各組ね、新しく新体制に入っていきますので、それに伴った組み替えは少しずつね、行われていくと思っています。で、まあね、 どうしても皆さん、組み替えっていうその、ワードがね、公式で出てしまうと、ものすごくドキドキして怖くなってしまったりとか、まあ、ちょっと悲しくなってしまうことも多いと思うんですけれども、私ね、組み替えに関しては、全然あの、マイナスなイメージがなくって、残念なことではないと私は思っているんですね。 なので、まあ私が組み替えについて思うこと、まあメリットとかデメリットも含めてご紹介したいなと思いますし、まずはね先日発表されたその組み替えについても皆さんと共にシェアしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでください。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、まずはね、ニュースとして、先日発表された月組生2名の組み替えについてご紹介したいと思います。で、えっ、ー、と、今回発表されたのが月組のシモンユリアさん。91期生ですね。もう県17なんですね。ちょっと驚きましたね。私の中では、そんな上級生だったっていう感じだったので、もう県17なんですね。あー、びっくりしました。<laughs> 若いですよね。でもね、なんか若く見えるので、そんなに、 学年が上だと思ってませんでした <laughs>。そして、木月優まさん。まあ、95期生、県13ということで、この2名がね、2021年8月16日付なので、えっと、東京宝塚劇場千秋楽の翌日をもって、戦火に移動することが発表されました。でね、このニュースが出て、あの、 結構私もツイッターとかをよく見るんですよ。皆さんの反応が見たいなと思って。で、結構皆さんの反応的には、素晴らしい、素晴らしい判断ですっていう、なんか、結構喜んでるツイートの方が多くって。で、あの、それって、多分、あの、このお二人の実力が、その、戦火さんに移動するっていうことに値する実力だからなんじゃないかなと思っているんですよね。 で、まあ、どこに組み替えをするかとか、どういう形で誰が組み替えをするかっていうので、結構皆さんの反応が全然違っていて、でも今回に関しては、やっぱりとても芸達者で、お芝居に定評があって、実力のあるお二人なので、その、戦果というプロフェッショナルの集団、 もう、とても実力がある集団で、後輩の育成にも、こう、積極的にね、教えられるぐらいの実力を持ってる人たちが集まっている集団。そこに、あの、移動されるっていうことを、皆さんがすごく喜んでいらっしゃって、実力が認められたんだ。もう他の組でもこの芸大ーのお二人が見れるっていうので、結構喜んでいらっしゃいました。 で、あとはね、やっぱりバイポン、木月きゆうばさんに関しては95期さんということで、まあ、各組でね、活躍されている95期の同期の方との絡みをもっと見てみたいという <laughs>、あの、意見もね、たくさん見られたので、あの、すごくポジティブな組み替えに皆さん捉えていらっしゃるんだなと思いましたね。うん。 なので私もすごく楽しみですし、これからちょっと他の組で、他の生徒さん、他の組の生徒さんたちとお芝居で絡んでるこのお二方が見れるのはやっぱり嬉しいなと思いますし、センカーさんもね、あの、やっぱり対談者がちょっと相次いでいるので、少しずつね、また皆さん、あの、芸達者の方々がもう移動をされて、そこでまた他の組に行って、いいね、こう作品作りに携わってもらえるっていうのは、 すごく嬉しいなと思ってこのニュースを私はね、拝見していました。なので、これからもまあ応援していきたいなと思っています。はい。さあ、そしてね、この組み替えについてなんですけれども、まあ、組み替えがね、どうやって決まるんですかっていう質問とかも私、あの、過去にね、いただいていて、コメントで。で、これに関しては、各組プロデューサーがね、やっぱりいますので、その、一組のプロデューサーが独断で決めるわけはないんですよね。なので、その、 自分の組から出すっていうことと受け入れる側との合意がないとやっぱり無理じゃないですか。なのでそこはやっぱり5組のプロデューサーさんがしっかりと連携をして話し合いをされているんでしょうし、そういうふうに決めているんでしょうし、またまたプロデューサーだけで決める問題でもないと思うので、これはやっぱりね、過激団のね、その人事に関わる方々はもっともっと大勢いらっしゃると思うので、その方々が全体を、組全体を見回したときに、 今この組はちょっと人数が少ないとか、ここが足りていないとか、この子を移動させることによってもっと素晴らしい効果が出るだろうなとか、この子にとってこの組に行く方がいいんだろうなとか、そのあたりもね、しっかりと見極めて決められていると思っています。で、まあ、組替えに関する、その、メリットデメリットいろいろあると思うんですよ。それはもうもちろんですよね。なんか、いいこともあれば悪いこともある。それは当然だと思っていて。で、 まあ、デメリットから話してしまうと、やっぱりずっとその組で育ってきた人たちが他の組に突然行くっていうのはすごく怖いと思いますし、ずっと一緒の人たちの中で安心感もあ,あると思うんですよ。で、そこを離れて一緒に作品作りをしてきてた人たちと、もう同じ作品に出ることができないっていう寂しさ。 これはね、もう本当に何事にも変えがたい、あの、ちょっと寂しくなるようなあの経験なんじゃないかなとは思っています。なので、まあ、デメリットといえばデメリットですよね、それはね。うん。で、まあ、それを思っておそらくファンの皆さんも、かわいそうとか、その辛いって思われるんだと思うんですよね。で、もちろん移動する方も寂しくなりますし、去っていく人を見送る方も寂しいっていう思いはね、大きいと思うんですよ。 ただ、やっぱり何度も私はこの動画にお話をしているように、宝塚は一つなので、結果、組み替えをされた生徒さんたちって、いや、やっぱり皆さんおっしゃるんですけど、宝塚は一つですよね、とか、その、組み替えをしたことによって得られた経験の方が大きかったですっていう言葉の方がよく聞くので、私はね、これは、まあ、発表された時はデメリットだけれども、結果的にメリットにつながるデメリットだなと思っています。 で、あとは、やっぱり、組によって、宝塚って決まり事が違うんですよ。で、それは、その、なんて言うんでしょうね、組の、こういうことをしちゃいけませんとか、こういうことをしてくださいっていう決まり事ももちろんなんですけれども、例えば、お稽古着の雰囲気が違ったりとか、お稽古の進め方が違ったりとか、自主稽古のやり方が違ったりとか、そういうなんか、 こうなんです。守ってくださいって決められていない決まりごと。決まりごとっていうか、なんか、ある程度の流れっていうのが、やっぱり組によって違うので、それになじむのが大変っていうのは、すごくよくわかります。なので、そこはね、あの、デメリットというか、まあ、戸惑うんだろうなぁとは思いますね。うん。でも私が そのデメリット組み換えによるデメリットっていうのは正直それぐらいなんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、で逆にそのメリット組み換えによるメリットっていうのが、やっぱりその宝塚っていうのは5組あって、それぞれのカラーがあるので、その自分がずっといた。組。自分が馴染んでいた。組と違う組に入ることによって、なんか自分のカラーも。 になりますしその人間関係も結局広がるじゃないですか。自分のこう仲間が増えて、ホームが増えて、で、元いた組のメンバーとももちろんその関係は続いていくわけで、そうすると、その、なんか絆が倍になっていくって私はすごいなって思うんですよ。私は一組しか知らなかったので、やっぱり雪組だけで育って、雪組だけで宝塚人生を終えているので、 どうしても、その関わる人たちの数っていうのは、限定的になってしまいますよね。で、もちろん、他の組にも仲いい、あの、下級生とか上級生の方とかいらっしゃっても、そうそうやっぱりね、スケジュールの都合で密に会うこととかってできないんですよ。で、そうすると、やっぱり自分の組のこの枠の中だけでしか、うん、なんて言うんでしょうね。密に会う人がいないので、それがこう、 組みえによって広がることって素晴らしいことなんじゃないかなって私はね、私は勝手に思っています。で、そのいろいろな組を経験することによって、やっぱり宝塚のその宝塚人生っていうのをより楽しめるんじゃないかなって私は思っているんですよね。やっぱりいろんな側面から宝塚は見ることができますし、いろんな組を見ることによって、その こういう人たちがいるんだ。こういう作品作りをするんだ。こういう宝塚があるんだ。こんなに宝塚を好きな人がいるんだって、本当にね、いろんなこう刺激をもらって、いろんな学びをもらえると思うんですよ。なので、私はね、そこはすごい羨ましいなって、ある種思っていたこともありました。で、やっぱり、組み替えをされる生徒さんたちって、まあ、ある程度ね、やっぱりスターさんがどうしても多いですよね。あの、 そういう主要なお役に絡んでくるような生徒さんたちが組み替えにね、あの、該当することが多くって。そう、そうなると、やっぱり、組み替えをした先での活躍も期待されて、組み替えをされることが多いと思うんですよ。で、そうなると、 一つの組のそのスターさんだけではなく、いろいろな組の他の組のスターさんから学ぶことってやっぱり多いと思うんですね。なので、この組のトップスターさんはこうされているんだとか、この組の2番手さんはこうなんだっていう、その自分にない引き出しをまた新たに作ることができるっていうのは、やっぱり経験上素晴らしいなって思っています。 で、さらに言うと、やっぱり私は、組み替えをすることによって、番手が上がることは多いんじゃないかなって思っているんですよね。で、それは、あのー、本当に、各組、今状況を見ても、トップスターさん、そして2番手と言われる方々、3番手各の方々、もう、組み替えの人ってめちゃくちゃ多いんですよ。<laughs> 組み替えをすることによって、さらにステップアップ、みたいな。 ことが、やっぱり予想されるので、私はね、組み替えに関してとってもポジティブな考えなんですね。で、まあ、ね、雪組のトップスター、大門、あの、のぞみふうとさんにしても、相手役の、まあ、やきほちゃん、きいちゃんにしても、組み替えでの、ね、トップ就任だったり、2番手に就任だったりしてましたし、あの、空組トップスターのゆりかちゃんもね、星組からの組み替えですね、まかぜすずほさん。そして、 空組2番手のキキちゃん、ね、あの、セリカトワさんも、これまた組み替えなんですよね。で、さらに、えっ、ー、と、星組トップ娘役のナコちゃん、マイソラヒトミちゃんも組み替えですよね。<laughs> で、二番手、星組2番手のアイズキヒカルさん、アイちゃんも組み替えです。で、さらに、まあ、ね、月組の2番手のレイコちゃん、えー、月城カナトさんもね、組み替えでしたよね。で、アーサー。 雪組のあさみじゅんさん、これまだ組み替えです。みんなね、組み替えをすることによって、まあ、番手はもちろん上がってるんですけれども、その魅力もまた増していて、新たな引き出しをね、みんな作ってるんですよね。で、さらに、その、なんて言うんですか、実力も確実にまた上がってるんですよ、皆さん。で、 結果的にこの方々組み替えしてよかったなって皆さんがおっしゃっていますし、まあ元の組をね離れることはもちろん寂しかったって皆さんおっしゃってますけれども、でも組み替えもしてよかったなっていうふうに皆さんおっしゃっていて、で、さらにファンの方々も今の現状にすごく満足されているじゃないですか。なので、私はね結果としてすごく あの、組み替えって素晴らしい効果を出してくれるんじゃないかなと、私的には、あくまで私の感想です。私の感想としては思っています。で、あの、組み替えをしたことない私が言うのも何なん,なんですけれども <laughs>、組み替えをすることによって、こう、新たな自分を解放できるっていうところってあると思うんですよ。で、どうしても、その、一つの組だけにいると、みんながよく知っているメンバーだし、その、 みんな私がどうするかとかも多分分かってくれていて、で、お芝居をどういうふうにするかとか、どういうふうに歌うか、どういうふうに踊るかっていうのもみんながよく分かってくれている状態なわけですよ。で、そんな状態でお稽古もするし、公演もするし、まあ、プライベートも一緒に遊んだりするしっていう状態なので、まあ、若干甘えもあるんですよね、みんな。 で、なんか、そんな状態の中で、こう、違う組に行くことによって、みんな私のことをそんなに知らないわけじゃないですか、例えばね。私が組替えをしたとして。で、そこで、でも、今までは出してこなかったけれども、本当はこういうこともやってみたいんだっていう自分がいるかもしれないじゃないですか。で、それを、新しい組に行くことによって、解放することもできるし、チャレンジすることもできるっていうのは、 私はちょっと素晴らしいなーって思うんですよね。なので、まあ、宝ジェンヌとしての学びもありますし、その自分の進化もできますし、なんか、あ、結構皆さんがその組替え発表が出てがっかりしたりとか悲しんだりする以上に、宝ジェンヌ生徒にとっては、すごくプラスな面も多いんじゃないかなと私は思いました。<laughs> ということで。<laughs> まあね、今回は、あのー、やっぱりね、スターの序列っていうのは、その組み替えによってもね、動くことが多くって、組み替えに当たるかどうかっていうのもタイミングじゃないですか。で、その組み替えをされるタイミングによって、番手が上がったりとか、スターへの道がまた近くなったりっていうのもあるので、 なんか、宝塚の序列って実力だけでは正直なくって、やっぱりその時の運とかタイミングも必要で、で、そのタイミングの一つとして、やっぱり組み替えっていうのはすごく重要な。 宝塚にとっては重要な出来事なんじゃないかなと思っています。なので、これからね、多分ね、また組み替えってあると思うんですよ。やっぱりね、さっき冒頭でも言ったように、新体制になる組があまりに多いので、それに伴って、やっぱり調整がね、入ってくると思うんですけれども、まあ皆さんね、その度に、すごく悲しんで落ち込む気持ちもよくわかるんです、わかるんですけれども、まあね、生徒さんにとっては、マイナスなことばかりじゃなくって、すごくプラスになることも多いので、ぜひね、 そのニュースを受け止めて、さらに応援してあげてほしいなと思っています。はい、ということで、今日はですね、まあ、組み替えの発表もありましたのでね、私が思う組み替えについて、ちょっとね、お話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうかこの動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると、私も励みになります。よろしくお願いします。 はい。ということで、今日の動画はここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ